日本鹿児島県鹿児島市桜島赤水町町域の大部分が大正溶岩に覆われている大正大噴火により桜島と陸続きとなったカラス島桜島赤水町は鹿児島県鹿児島市の町名。旧大隅国大隅郡桜島号、赤水村、鹿児島郡西桜島村、大和赤水、鹿児島郡桜島町赤水。 郵便番号は八891-1420。人口は二百七十三人、世帯数は百五十一世帯。桜島の西部、南岳の最六に位置する。町域の北方は、大正溶岩を隔てて、桜島横山町、南方は、野尻町に接し、西方は、鹿児島湾に面している。旧桜島町の鹿児島市への合併島では、桜島の北東海上にある新井島も、 大技赤水に含まれていたが、合併後の2005年5月に、同等の区域が分割され、新島町として成立した。集落は、国道西側の海岸部に集中しており、主に琵琶を中心とした、果樹生産を行っている。また、大正大噴火の際に流出した、大正溶岩によって、町域の大部分が埋没している。地内の採石場跡地にて2004年に、 長渕剛オールナイトコンサートが行われた。2006年に、叫びの肖像などのモニュメントが設置され、現在は、赤水展望広場として整備されている。赤水という地名は、室町期よりも、江戸期には、大隅国大隅郡桜島里のうちであり、村高は、天保豪町では163国余り、旧高給料では289国余りであった。 安永8年に発生した安永大噴火によって高面村の沖合にできた島々は新島と称され、新島は赤水村に編入され、その後完成12年には赤水村及び黒上村から13名が移住している。明治10年に起こった西南戦争では平乱を避けるために臨時の県庁が置かれた。1889年に 町村制が施行されたのに伴い、桜島の西半分より西桜島村が成立し、江戸期の赤水村は西桜島村の大技、赤水となった。1914年の桜島の大正大噴火による溶岩流出により、赤水では家屋351個が消失し、1名が死亡している。1973年には西桜島村が調整施行し、 桜島町の大技となり、2004年に桜島町が鹿児島市に編入され、大技赤水は鹿児島市の町名、桜島赤水町となった。完成頃に赤水村に編入されて以降、赤水の区域内となっていた桜島北東部に、所在する新島、伊王島、中の島の区域が、鹿児島県国時代1871号。 町の区域の設定及び変更が施行されたのに、伴い2006年2月13日に新島町として分割され独立した。2004年時点の桜島赤水町の町域公共私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。